どうも、ドッグトレーナーゆきです。今回は危険な下痢の見分け方をご紹介します。愛犬が下痢をした時、このまま様子を見ていいのか、それともすぐに病院へ連れて行った方がいいのか、対応に迷う飼い主さんも多いと思います。実は我が家の愛犬ムーももともとお腹が弱い体質、ご飯や環境の変化などいつもと変わったことが何もなくても 2,3 ヶ月に一度のくらいのペースで下痢を繰り返していました。そこで今回は愛犬の下痢を経験するうちに分かった危険な下痢の見分け方と下痢の注意点をご紹介します。また動画の最後には我が家の愛犬がお腹を壊しやすい意外な食材も発表しますので、ぜひ最後までお付き合いください。まずは下痢の症状別に危険な下痢のタイプを確認していきましょう。1つ目はゼリー状のうんち。ワンちゃんがお腹を壊した時、半透明のゼリー状の膜に覆われたうんちに驚いた経験はありませんか？ねっとりとしたゼリー状の膜は大腸の粘膜が剥がれたもの。食べ過ぎや体の冷え、ストレスなど一過性の下痢によく見られます。食欲や元気があり、下痢以外に変わった様子がなければ緊急性が低い場合が多く、1日や2日で自然と治ることもあります。次は血便です。うんちに鮮やかな赤い血が混ざっている場合は、短時間に何度も排便を繰り返したために大腸が傷つけられたことが原因。うんちに血がついているとギョッとしますが、嘔吐や発熱など下痢以外の異変がなければ緊急性は低い場合が多いです。ただし2日以上続く場合は病院へ連れて行きましょう。次は黒いうんちです。真っ黒くドロドロとした黒いうんちはタール便と呼ばれていて、危険な下痢の症状です。小腸で出血している恐れがあり、胃腸炎や腫瘍、寄生虫の感染など様々な病気が疑われます。愛犬が黒いうんちをした場合はすぐに動物病院へ連れて行ってください。また可能であれば病院へ行くときにうんちも持参しましょう。うんちを持っていけば下痢の症状を口頭で説明するより伝わりやすく、検査もスムーズにできます。ちなみに下痢は小腸と大腸の2つのタイプがあり、緊急性が高くすぐに病院へ行った方がいいのは小腸性の下痢です。小腸性下痢の特徴は、うんちは軟便から水のようなタイプまで様々、排便回数は普段とあまり変わらないのに一度に排泄するうんちの量が多い。タール便と呼ばれる黒いうんちも小腸性下痢の症状の一つです。また嘔吐を伴うことも多く、長引くと体重の減少が見られます。一方大腸性下痢の場合は、粘り気のある柔らかいうんちやゼリー状のうんちを排泄します。1回に排泄するうんちの量は減りますが、1時間おきや数十分ごとなど短い間隔で何度もトイレに行きます。うんちに赤い血が混ざる血便、またうんちをした後もお尻に違和感が残るため、排便体勢をとるけど何も出ないしぶりという症状も見られます。小腸性下痢は胃腸炎や腫瘍、寄生虫の感染など他の病気が疑われる可能性があるので、小腸性下痢の症状が見られたらすぐ病院へ連れて行きましょう。大腸性下痢は食べ過ぎやストレス、体の冷えなど一過性の下痢の場合が多いです。他に変わった様子がなく元気と食欲もある場合は1日様子を見てもいいと思います。ただし嘔吐や体の震え、発熱など下痢以外にも体に異変が起きていたり、食欲や元気がない場合は下痢のタイプに関係なくすぐ病院へ連れて行ってください。また子犬やシニアのワンちゃんは免疫力が弱く、症状が急変することもあるので、子犬や高齢犬が下痢をした場合も迷わず病院へ連れて行きましょう。ちなみに下痢をした当日はご飯を抜くか、少量のドッグフードをぬるま湯でふやかしてあげるなど、なるべくお腹に負担をかけないように気をつけてあげてください。ワンちゃんが下痢になる原因は誤飲や誤食、病気、ストレスなどいろいろありますが、我が家の愛犬は意外な食材でもお腹を壊してしまいました。それはリンゴやヨーグルトなど一般的にお腹にいいとされる食材です。リンゴやさつまいもなどの果物や野菜は食物繊維が豊富で便秘を防ぐ効果も期待されていますよね。しかし我が家の愛犬はもともとお腹が弱かったため、
食物繊維の多い果物や野菜を食べ続けると腸への刺激が強すぎてお腹を壊してしまったんです。またお腹の調子を整えるヨーグルトも我が家の愛犬は毎日のように食べてしまうと腸の働きが活発になりすぎて下痢になることがたびたびありました。我が家の愛犬のように一般的にはお腹にいいとされる食べ物でもお腹の弱いワンちゃんには刺激が強すぎて逆効果になる場合もあるのでお腹をよく壊すワンちゃんは食事内容も一度見直してみてくださいね。この動画が参考になった方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。